はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日はすごい不思議アイテムを発見したので、それを購入してみたのでレビューを行っていきたいと思います。それではレッツゴー、始まるよ。今日は今からね、あの新作の撮影をしに行くんですけども、その前にまだマスカラをしてないんですね。で、この間どこで見たかな、 YouTube で見たかな、あと Facebook とかでこう上がってくるので見た、すっごいまつげが伸びる、じゃん、中国の、マスカラなんですけど、これが注文してたのが届いたので、今日の撮影に使っていこうと思います。でね、本当にこう伸びるらしいの。だからこうファイバーみたいな、繊維みたいなのが入ってて、それがまつげっぽくなるのかなって感じがするので、早速使ってみようと思います。名前なんだっけな、 BDK、 ここのブランドみたいなんですけど、初めて聞いたブランドで、中はこんな感じになってます。2本入ってるんだけど、多分短い方を先につけるんだと思うんだけど、で短い方はというと、うわ、すごい、モハモハの毛みたいになってるの分かるかな、これを最初につけるんだ。液体がついてるんじゃなくて、本当に毛玉みたいな感じ、見えるかな、見えてほしい、これを、こんな感じです。でもう一つの方はというと、じゃじゃん、こんな感じ、まあ、これはなんか普通のボリューム系のマスカラみたいな感じの形ですね。最初にあの繊維を塗っていくって書いてあったんだけど、すごくこうポロポロになるらしいの。こういう風にして塗っていこうと思います。アップにするね、目が見えやすいよね、こうだと見えるかな。はい、じゃあこの繊維を塗っていきます。うわ、もう、あ、なんだろうか、見える？なんかホコリみたいなのつく感じ。あ、でもこうサッサッサッってやると、その塊みたいなのがほぐれて毛みたいになってくれるんですね。あ、すごい、あ、なんで、見える？見えるかな。ビフォーアフター、こっちがビフォーアフター、まずこれぐらいにしてみますね。本当はね、衝撃的な中国でこれ使った人の写真とかここにちょっとだけ載せておきます。そしたらこの大きい方のマスカラを塗っていきます。めっちゃ真剣。おお、結構伸びるね、これは。やっぱさっきの繊維がポイントなんだと思う。うわぁ、あの、マツエクしたような感じです。うん、こんな感じで、で、あの、もっとね、多分これをがっつり塗ると長くなるんだと思うんだけど、今日は今から撮影なのでさらっと塗っていきます。反対側にも塗っていきます。見える？この繊維みたいな、何なんだろうこれ。うわー、すごい、なんかまつげの量をこう多く見せてくれる効果もある。こう縦にも横にもって感じ。まずこれぐらいにしておきます。このマスカラを上からのせていきます。うわ、すごい、こういいかも、うん、上だけ塗ったらこんな感じになりました。あ、本当だ、繊維がやっぱ下に落ちますね。なんでやっぱこういう風にこうティッシュを当ててやらないと、多分顔こっちの全体に落ちちゃうと思います。下もやってみようかな、下もやってみますね。まだこの時点だと分かんない、下次はなんかこう繊維が下に落ちすぎちゃってうまく塗れないんですけど、
なるほど。なんかね、この繊維が結構ホコリみたいに固まって出てくる割にはまつげはしっかりとセパレート系になってくれるんですよね。見えるかな、下まつげは見えてほしいんだけど。今でも 2、3 度塗りしかしてないから、もっとやればもっとな長くなるんだけどね。でも今日はこんぐらいにしておきます。何の成分なんだろう。なんかでもファイバー入りのマスカラとかってよくあるじゃないですか。要はそんな感じなんだけど、それをなんか別段階でやるって感じですね。あ、目に入った。目に入んないように気をつけてください。うわ、手羽めっちゃ伸びた。こっち、ちょっと待って、下の繊維を切っとったら、下まつげこんなになるんだ。こんな感じ。はい、それではこんな感じの、中国の DDK マスカラのレビューになりました。すごい、本当にまつげくみたいに結構綺麗に仕上がって、この辺ちょっとついてるけど普通に満足なんですけどなんか期待してなかったんですけど、全然私これ撮影の時に使おうと思います。なんかまつげはやっぱりね、目が開けにくかったりとか痒くなっちゃったりとかしてあんまり好きじゃなくて、なんでこれは最高です。どうでしょうか。韓国だったら私クーパンで買ったんですけど、日本だと Amazon とかで売ってるのかな。一応 DDK マスカラで検索してみてください。それでは今から撮影行ってきます。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてお洋服のサイトもよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョー。